違うよ、ティーゼのせいじゃない。僕が、僕の考えが足りなかったからだ。ティーゼには何の責任もない。でもいいんだ、ティーゼとロニエが無事だったんだから。僕の方こそ謝らなきゃ。ごめん、怖い思いをさせてしまって。ウンベールは言っていた、人殺し、化け物って。その通りだ、キリト。僕はお前は人間だ、ユージオ。俺と同じ、いくつも間違いを犯してはその意味を探してあがき続ける人間なんだ。次の日、ユージオ、もう目は大丈夫か？うん、ちゃんと見えるよ。寮館のアズリカ先生が直してくれたおかげでね。よかった、アズリカ先生はさすがだな。俺たちのことも残念がってくれたし。そうだね、禁忌目録に背いた罪人なのに、先生は僕たちを最後まで生徒として扱ってくれた。それに気になることも言っていたよな。もしかしてあのことかい？ああ、あなたたちはこの世界の真実を近いうちに知ることになる。禁忌目録、いえ氷教会それ自体さえも神ならぬ人が作ったものだということを。それからアズリカ先生は、自分は最後まで右目の封印を破ることができなかった、そう言っていたね。ああ、だからこそお前は先に行けると言っていた。俺もそう思うぜ。右目の封印、やはりそれがこの世界の人々を禁忌目録に縛り付けている。そしてユージョンはロニエとティーゼを救うために法に背き封印を破った。だが限界の突破を目的とした実験を行っているのに、なぜそんな封印を用意する必要があるんだ？キリト、こんなことになってごめん。君がここまで僕を連れてきてくれたのに。アズリカ先生は、俺たちがあの塔に達した時、きっと何かが起きる、そう言ってただろ？俺たちはこれからその塔、セントラルカセドラルに連行される。目指していた場所に予定より早く行くことになったんだ。きっとアリスにも会える。うん、そうだね。キリト、ユージオ、氷教会より迎えの使者が到着した。速やかに出立することを命ずる。飛竜がいるってことは、僕らの迎えって聖号騎士なのかな？会ってみりゃわかるさ。来
ターセントリア定律修験学院所属、ユージオ上級修験士です。同じくキリトです。セントリア地域統括、氷協会聖号騎士、アリス・シンセシス・サーティです。アリス、君なのか。アリスなのか。アリス、ユージロ。言動には気をつけなさい。私にはお前たちの天命の7割までを奪う権利があります。次に許可なく触れようとしたら、その手を切り落とします。しかし天命を3割減らすつもりで打ったのですが、その半分しか減っていない。身の裁きだけで受け流したのなら、上級修験士に任せられるだけの、あるいは殺人の大罪を犯すだけのことはあるというわけですか。あの騎士がお前の探してたアリスなんだな。指示に従おう。罪人としてでもセントラルカセドラルに入れさえすれば、少しは事情がわかるはずだ。立ってついてきなさい。上級修験士ユージオ、上級修験士キリト、そなたらを近畿上皇定職のトガにより捕縛連行し、審問の後処刑します。ティーズ、ロニエ、ダメだティーズ、来るんじゃない。騎士様、お願いがございます。先輩たちに剣を開始する許可をどうか。いいでしょう。ただし罪人に剣を帯びさせるわけにはいかない。これは私が預かります。会話をするなら1分間に限って許可します。ユージオ先輩、ごめんなさい。私のせいで。ごめんなさい。私が愚かなことをしたせいで。違うよ。違うんだ。ティーゼは悪くない。君は友達のために正しいことをしたんだ。こうなったのは全部僕のせいだ。ティーゼが謝ることなんて何もないんだ。今度は私がユージオ先輩を助けます。私頑張って、きっと聖号騎士になって先輩を助けに行きますから。待っててくださいね。きっとキリト先輩、これお弁当です。お腹が空いたら食べてください。ありがとう、ロニエ。
時間です。離れなさい。キリト、アリス、ねえ、どこに行ったの？隠れてないで、一緒に遊ぼうよ。もう、早く出てきてよ。怒ったりなんて。しない。なあ、そろそろ戻ろうぜ。バレちゃうよ。まだ大丈夫よ。もう少し、もうちょっとだけ、ね。どうして？ねえ、君たちは僕にとって何よりも。カセドラルの地下牢へ投獄された俺たちは、腕を戒める鎖を互いにすり合わせて破壊。さらに地下牢から脱出するために鉄格子も鎖で壊し、最上階を目指すことに。どうした、ユージオ、ぼんやりして。え、ああ、懐かしくて不思議な夢を見たんだ。ずっと昔、僕がまだ子供だった頃、僕はアリスとキリトを探してた。ん？子供時代の夢なのに俺が一緒にいたのか？うん、そうなんだ。でも友情？なんでもない。ただの変な夢だよ。俺も前に子供の頃の友情とアリスと自分が一緒にいたような感覚を覚えたことがある。友情は前もアリス、そしてセルカではない誰かと3人で冒険に行ったと言っていた。ユージオも同じような記憶を持っているのか？きっと疲れていたし、いろんなことがあったからだね。なあ、そうだな。さてと、一応聞いておくけど、いいんだな、ユージオ。ここから脱出してアリスに関する真実を探るということは、つまり氷協会に真っ向から反逆するってことだ。今後は何か行動を起こそうとするたびにいちいち葛藤している余裕はないぞ。今すぐ覚悟を決められそうになかったら、お前は残った方がいい。ああ、分かってる。僕はもう決めたんだ。アリスと一緒にルーリットの村へ帰るためなら氷協会にも背く。必要なら何度でも剣を抜いて戦うって。あの聖号騎士が本物のアリスなら、記憶を失っている理由を突き止めて
元のアリスに戻すんだ。僕にとってはそれが何より大切なことなんだ。法で禁じられていたとしてもしなきゃいけないこともある。僕にもその意味が分かった気がするよ。そうか、お前の覚悟しっかり伝わったよ。でもここから出たら戦闘は可能な限り避けるぞ。アリス以外の聖剛騎士ともまともにやり合って勝てる気はしないからな。よし、行こう。さてと、もしかして、楽しみだ。なるほどね、任せろ。よし、どうかな。もしかして、え、つまり、いいね。
よし。待て、誰かいる。聖豪騎士。そんなところに立っていないで入ってきたまえ、囚人君たち。さすがに我が子アリス様は軽眼であることよ。囚人の脱走という万に一つの事態を見事に予期なさるのだから。アリス様、我が子。もちろんすぐに地下牢に戻ってもらうが、その前に少々厳しいお仕置きが必要だな。君たちも覚悟の上だろうね。ならもちろんあんたも俺たちが無抵抗にお仕置きを受けるとは思ってないよな。威勢がいいね。まだ学院を卒業もしていないひよこだと聞いていたけど、大したものだ。そのから元気に敬意を表して君たちの天命を残り一滴まで減らす前に名乗っておこう。私は聖豪騎士エルドリエ・シンセシス31。ほんの一月前に天界より召喚されたばかりで、未だ統括地もない若輩だが、そこはお許し願おうかな。戦うぞ。俺が先に相手するから、遊女は合図を待ってくれ。でもキリト、僕もう迷ってる場合じゃないんだ。あいつに勝てなきゃとてもカセドラルは登れないぞ。いや、迷ってるわけじゃなくて、僕あいつの名前後にしよう。了解。だけど無理はするなよキリト。なるほど。剣もなしにどうするのかと思っていたが、その鎖を武器にするつもりか。これなら少しは戦いがましい戦いを期待できそうかな。ならば私も剣ではなくこちらを使うとしよう。それでは氷協会と禁忌目録に背いた挙句、牢破りまでしたその覚悟に敬意を表して、最初から全力で相手をさせてもらうよ。さあ始めようか。
アリス様が警戒するわけだな。型も何もない攻めだが、それゆえに私の予測を上回るか。よもや記憶解放の奥義まで使うことになるとはね。記憶
憶？あなたこそやっぱりさすがだ、聖護騎士殿。この状況で感心している場合か。やっぱりってどういう意味だ。僕最初からどこかで聞いた名前だと思ってたんだ。さっきようやく思い出した。この人はね、キリト、今年のノーランガルス北帝国第一代表剣士、そして四帝国統一大会の優勝者、エルドリエ・ウールス・ブルーグだよ。私が北帝国代表剣士、エルドリエ・ウールス・ブルーグ。その通りです。学院の掲示板に確かに書いてありました。紫の髪の美女婦で流麗極まる剣術で全ての試合を一本勝ちしたって。違う、私は聖護騎士エルドリエ神聖室31だ。知らぬ、ウールス・ブルーグなどという名は。でもあんただって生まれた時から聖護騎士だったわけじゃないだろ。騎士に任命される前はそういう名前だったんじゃないのか。知らん、私は知らん。私は最高司祭アドミニストレーター様の招きを受け、聖護騎士として天界よりこの地に召喚され。エルドリアについて他に知っていることはないか。何でもいいからこいつの記憶をもっと呼び覚ますんだ。エルドリア、あなたは帝国騎士団将軍エシドル・ウールス・ブルーグの息子だ。母親の名前は確かアルメラ。そう、アルメラだ。そうだ、思い出せ全部。罪人よ、騎士サーティワンから離れろ。高貴ある聖護騎士、堕落の誘いを試みたち、もはや許せぬ。獅子を射抜いてから牢に叩き返してくれるわ。あっ、走れ。ここはもうセントラルカセドラルの内部なのか。そうであるとも言えるし、違うとも言えるな。わしが本来の扉を消去したゆえ、この大図書室はカセドラル内部に存在するが、何者も入ってくることはできない。
わしが招かない限りはな。大図書室。うむ、ここにはこの世界が創造された時よりのあらゆる歴史の記録と天地万物の構造式、そしてお主たちが神聖術と呼ぶシステムコマンドの全てが収められておる。あんたは一体誰なんだ。わしの名はカーディナル。かつては世界の調整者であり、今はこの大図書室のただ一人の司書じゃ。あらゆる歴史、四帝国の建国以来の年代記が全部ここにあるんですか。どうじゃな、読みたければ書家の本を読んでもよいぞ。どれでもいくらでもな。少し休んで作戦を練り直そうぜ。どうやらここは安全な場所みたいだしさ。賢明じゃな。さてお主ら、右手を出せ。ああ。すごい。ありがとう。うむ、あの階段から先が歴史の回廊じゃ。ありがとうございます。それでは少し失礼します。ここにある創世記は氷教会の最高司祭が口述して筆記官に書き取らせた創作物ではあるがな、残念ながら。じゃあやっぱりこの世界に神様は実在しないのか。ステイシアもソルスもテラリアもベクタも。オラン、アンダーワールドの民が信じている神話は教会が支配権を確立するために作り広めたものに過ぎん。神たちの名は緊急措置用の最高権限アカウントとして登録はされているが、外の人間がそれでログインしたことは一度もないよ。あんたはアンダーワールドの住人じゃないんだな。この世界の外側、システムの管理者たちに近しい存在だ。うむ、そしてそれはお主もじゃな、無登録民キリトよ。ああ、そうだ。アンダーワールドを作った者たちの名はラース、 RATH。 そうだな。いかにも。そしてあんたはカーディナルシステム、仮想世界を制御するための自律型プログラムだ。ほう、それを知っているか。あちら側でわしの同類と接触したことがあるのか。まあな。でも俺の知る限りカーディナルシステムにそんな擬人化インターフェースは組み込まれてはいなかった。一体あんたはどういう存在なんだ。この場所で何をしているんだ。それではこの世界についてお主に話すことにしよう。随分と長い話にはなるがな。このアンダーワールドはある目的をもって外部のものによって作られた箱庭、人工世界じゃ。
原初、わしがまだ意識を持たぬ管理者だった頃、現実世界から4人の人間がこの土地に降り立ち、人工フラクトライトの子供を育てたのじゃ。その際に後の禁忌目録の礎となった善悪の倫理観が教えられた。原初の4人、つまりこの世界を作ったラースの研究員たちか。うむ。じゃがおそらくその原初の4人の中に、知性に秀でていても善ならざる者が一人だけ存在したのだ。そやつがいわば汚染したのさ。その結果、子に所有欲や支配欲といった利己的な欲望を伝えてしまった。その子供が祖先となったのだ。今の人界を支配する貴族や皇族、そして氷協会の上級司祭たちの名。この世界を支配しているのは最高司祭アドミニストレータ。彼女が禁忌目録を作成し、民を支配している。かの女が現在のこの永遠に停滞した世界の支配者といえよう。また外部との連絡手段を持つものである。順に話そう。氷協会という絶対統治機関が作られたのはおよそ350年前のことじゃ。原初の4人のログアウトから数十年後、住人たちはすでに数人の領主に支配されていた。ある時反目していた領主家の間で政略結婚のようなことが初めて行われ、一人の女の赤子が生まれたのじゃ。